はい、おはようございます。おはようございます。お名前お願いします。金沢です。金沢さん、小山で働いてどのくらいですか？2年ぐらいですね。2年ぐらい。おお。小山で、なんで小山で働こうって思ったんですか？ツイッターで従業員を募集してて、その時は私27歳だったんですけど、25歳以下の、あの方っていう募集があって、まあ、でもダメ元で応募してみたら、受かりました。そうですか。そうです。金沢さん、何か楽器とかやってるんですか？昔ちょっとドラムしてました。あ、なるほど。それで気になって小山に応募してきてくれたって感じですかね。そうですね。ありがとうございます。え、好きなアーティストとかいますか？すいません、好きなアーティストはいますか？好きなアーティストはドリフターズです。ドリフターズ？ドリフターズです。え、あの志村けんとかの？志村けんとかのドリフターズです。ドリフターズ。え、ドリフの誰推しですか？中本浩二が中本浩二。え、ドリフ踊れたりしますか？ドリフ踊れます。あ、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ最後に今年の目標はありますか？私の目標は、酒癖の改善。イエーイ。あー、やだ。はい、小山でございます。高円寺スタジオ小山、YouTube チャンネル、もしよろしければですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では失礼いたします。おっとっと、あー